皆さんこんにちは、キリアです。三国志14続きをプレイしていきたいと思います。さあこちら、前回この可否を落としまして、そして劉備軍を吸収したところですね。では今回はここから今度西に転じまして、こちら慶州の劉表軍と戦っていきたいと思います。でですね、今までどこかの都市を攻めるとき、一つの都市に狙いを定めて、そして出撃させていましたけど、今回はこの劉表軍結構たくさん都市を持っていますので、ここを全部同時に攻めてみようかなと思います。例えばこの蔡宗からだと、この高陵と長沙に同時に攻めたり、あとこの高架から深夜、常陽、高陵、この辺りに攻めて、そして序南からも深夜に攻めるとか、そんな感じですね。もうこの劉表軍に全面戦争を仕掛けてみたいと思います。もう全部の都市、全部の都市じゃないなこの西の方にある、この武陵とかこちら常陽とか、この辺りは、ちょっと攻められないですけど、せっかくこの一枚マップでの戦闘になりましたから、なんかこういろんなところに入り乱れて戦ってみたいというのがありまして、ちょっとそれでやってみましょう。でですね、ただ先ほど戦争が終わったばかりなので、人の移動とかそういうのも時間かかったりしますので、少し時間進めてから行きたいと思います。さあこれで捕らえていた劉備ですとか関羽ですとか、この辺り投与をして、お、これは呂布軍の滅亡か。呂布がここか、ここで曹操軍が勝敗を制圧した。そしたらここからしばらく細かい作業をやっていきますので、ちょっと時間を飛ばしたいと思います。さあ現在7月中旬、あれから1ヶ月と10日経ちました。4ターン分ですね。さあではこれで、こちら劉表軍に向かって全面戦争を仕掛けていってみましょうか。で、一つ、こちら常陽に曹操が攻めて、そしてこの常陽が劉表軍から曹操の手に落ちました。でここら辺の阻飛隊、長弦隊、この辺りが、援軍に向かおうとしていたのか、こちらに部隊が今出ている状態です。そして今こちら太子寺隊と、そして両家隊が、今高架からこの深夜にある途中のこの負のところまで来ているので、もうここから深夜に攻めてしまいましょうか。この深夜の兵士数がかなり少なくなっているので、ただまあこっちの援軍が合わせると11,500あるので、まあ、そんなに簡単にはいかないでしょうけど、ここで8,000プラス序南から援軍を出して、あと甲賀からももう少し5詰めが必要ですね。これは、これで深夜を攻める。で、その甲賀からはこちら常陽と高陵にも兵士を派遣して、そしてこの蔡宗からは高陵と長沙に攻めるという感じで、あとこっち側の方なんですけど、実はここ炎章が結構前の方までなんか部隊を進めていて、これがちょっと怖いんですけど、これどうしようかな。一応この可否との間にあるこの北条の周辺に陣を張ったり、罠をちょうどこの一本道があるところに仕掛けたりしようかなと思ったんですけど、こっちの方に部隊を出してしまうと、ここが攻めてきてなんかこう戦いになってしまって、もう本格的に炎章軍と敵対してしまうのがちょっとまずいので、ここは、とりあえずは様子見にしています。でもしどっかに攻めるとしても、この部隊こっちの可否の18,000の可否に攻めるよりは6,500の勝敗に攻めるんじゃないかなという、まあちょっとそんな予測も立てつつ、ちょっとここは何もせずに今傍観しているところで、一つ上にあるこちらの奥州軍、奥州軍は孫策軍に貢ぎ物をしてくれて貢ぎ物というか親善ですね、親善の贈り物をしてくれて、結構良好な関係を築けているところです。でこの外交というと、こちら師匠軍から劉表にこの攻撃してもらおうと、この攻撃要請をしようと思っていたんですが、これがもう全然成功しなくて、成功しないというか全然 OK だと周囲が言ってくれなくて、もうこれ関戸場とか孫子の兵法書とかここら辺を上げたとしても、もう全然ダメ。これがもう元々この攻撃要請というのが成功しづらいのか、それとも師匠軍が敵に攻めたくないタイプの君主だからなのか、まあこれはもうこの孫策軍のみで、こっち劉表軍に攻めていくことにしましょう。そしたらまずこちら、この太子寺隊と両家隊ですけども、これどうしようかな、こっち行って後ろから戻っ
ってくるのを考えたら先に2人だけで進んでしまうのもあれですよね。ここの陣落とすか。ここ陣落としておけばこっち序南から次攻めてくる部隊が通りやすくなりますもんね。こちら大使自体でここを攻撃する。読んだか。で両下隊はちょっとこっち行って一旦ここの歩を取ってからここを攻撃するか。心得た。よし。で、あとこの序南ですけど今兵士数1万なんですが後ろからお呼びでしょうか。こちらさらに1万の輸送隊がこちら序南に向かっているところです。でさっきちらっと見えた方もいたかもしれませんがこちら曹操との同盟が残り1ヶ月です。残り1ヶ月で、曹操軍との同盟切れるんですが、まあここは兵力1万あれば巨匠6500しかないのでまあ大丈夫かな。まあ、曹操とそんなに敵対してもいないので、まあ、いきなり攻めてくるということは多分ないでしょう。ないと思いたい。なのでここの序南から今ある1万でもうどんどん攻めていっちゃいましょうか。でこの序南には張飛がいるので張飛に1万持たせるか。ただ工場兵器もあった方がいいのかな。ここ山道なので工場兵器が届くのだいぶ遅くなると思いますが、例えば旅隊でここから照射で行こうとすると42日か。1ヶ月以上かかるのか。効果からだと照射1個しかない。テーフ37、あんまり変わらないな。こっちの方が若干早いけどこれはあれか、船を通るからか。照射の移動力不足を船ならどの陣形でも一緒ですもんね。ただこれ危ないな。照射人に攻められたら、他の部隊に攻められたらひとたまりもないんですが、これちょっとここに敵の部隊いるし、ちょっと怖いので、そしたらやっぱり北から行くか。5日ぐらいしか変わんなかったし。そしたら張飛とあと照射の一部隊、旅隊、歩筆と旅隊で行くか。じゃあ内政担当してますが、まあこれで行きましょう。であと張飛、こちら打棒を上げています。で関羽にも青龍円月刀を上げて、で劉備がなぜかあれを持ってなかったんですよ。雌雄一対の剣なので、なんかなんだっけな、なんかの武器を上げました。劉備には。で一応関鳥羽はそのまま孫策が持っているという感じですね。そしたらこちら旅隊は照射で3000にして、残りの兵力を全部張飛につぎ込みましょう。で張飛、魚鱗か奉仕か。魚鱗の方がまあバランスいいですけど奉仕の方が早いんですよね。あんまりゆっくりもしていられないので、そしたら奉仕でいくか。張飛奉仕でいきましょう。もうとにかく攻める。張飛はとにかく攻める。これで2人でこちら深夜に向かっていきましょう。これで決定。はい、暴れてくるぜ。よし。であとはこちら甲賀から上陽と高陵に攻める。で西宗から高陵と調査に攻める。で調査が7600、結構少なめなので、西宗には孫策、関羽、郊外、周泰、この辺り、あと周囲もか、この辺りがいます。で今まで、孫策と周囲別々で攻めていたんですが、これ連携というのがあって、これ一緒にした方がいいんですね。今までなんかこう周囲には一つの部隊を任せて、で孫策は孫策で一つで攻める、でもう片方の方は周囲に任せてそっちを周囲に引き入らせるっていう感じでやってましたけど、これ孫策と周囲一緒に行きましょうか。あでも待てよ、これ海戦になるのか。これ高陵を攻める部隊は、それを考えると海戦よりも陸戦の方に秀でてると思われるこの関羽に調査の攻略部隊を任せるか。これ海戦の強さっていうのは特に決まってないのか。あのこの戦法とか個性だけなのかな。個性、あ、ソーダとかあるのか。あ、推薦とかもある。感染の場合ゾック無視、ソーダ、そして周隊、推薦、大河で自部隊の全能力が上昇。あー、これ強いですね。そうか、でもこれ推薦を持っていなかったら一緒なのか、能力値。どうなんだ。そしたら個性で推薦とかソーダとか持っているこの周隊、周遊、郊外、この3人で高陵に攻めるか。と兵力そんなに多くはできないけど、一つ一つの部隊4000で全員魚鱗でまず行きましょうか。これで決定して、この部隊で、こちら高陵にまず攻撃を仕掛け、あ結構かかるんだ、37日。あ最短距離はこうなるのか。そしたらまあこれで行きましょうか。敵接近時攻撃で追撃も許可にして、これで西宗からはこの3部隊で高陵を攻める。はい、腕が鳴る。あ結局こうなるとあれか。連携を重視して、ね、いなかった。まあいっか。そし
たらこっちの陸戦の方、調査部隊は、孫策、関羽と、そして勝者の孫成、この3人で行きましょう。で、孫策、魚鱗、関羽、魚鱗、孫成、勝者。孫成3000で残り5000と6873、全部でいいか。これで行ってみましょう。これで、こちらの町、あ、こっちも海なんだ。海戦と陸戦で分けた意味。やばい。すでにもう計算がずれてきている。35日、陸から行ったら、ちょうどここにこれ撮ってるし、ここを中継していったら80、あ、だいぶかかるな。やっぱり海はスイスイ行けるのか。まあ、ここ山道だし、ぐねぐね回ってますもんね。よし、これで行きましょう。はい。腕が鳴る。よし。孫策と関羽が共闘する。これで曹操の出陣は OK。で、残りは、こちら効果ですね。効果から、まずは勝者、あ、そうか、テーフ、あー、そうか。そうか。勝者が足りないな。勝者が全然足りない。そしたら、こっちの高陵部隊に5000ぐらい兵士出すことを考えると、6000出せる諸葛金で5000持たせて、これでこちら高陵に行くのがいいか。33日。うん、そうしましょうか。ここで諸葛金隊が一人でこっち行く。攻撃。皆の者、出陣です。そして残りで、定府、孫権、両曹で、孫権、魚鱗、定府、勝者、両曹、奉仕。これでいくか。よし、兵士数はこんな感じ。孫権6000、定府5000、両曹5802。これで、こちら上陽を攻めましょう。決定。者ども、ついてまいれ。よし。あと、この慶陽が1個余ってるけど、これどうしようかな。慶安から、行っちゃうか。長打が早いか。一人でいっか。長打で、こちら、慶陽に行きましょう。はい。戦だね。よし。さあ、ではこれで OK か。で、先に片付いたところは別の軍の援護に回ったり、あとはどっかでピンチになったら近くにいる部隊が助けに行ったりとか、その辺はいろいろと臨機応変に動いていくという感じでやっていきましょうか。そしたら、これで、行ってみましょう。劉表との全面戦争。さあ、ここで部隊がすんごいたくさん出てきて、おっと、これは趙陽軍。趙陽軍が滅亡した。趙陽はここか。ああ、炎術が、信陽の趙陽軍を滅ぼしたというか、炎術すごいな。もうこの河北の方を制している。ただこっちの公孫さんが K に攻めてきてるぞ。公孫さんが趙雲を従えてこの K に攻めてきている。この炎章と公孫さんのこの争いが終わってないうちにもうこんだけ領土を広げたのか。さあ、そしてこちら側の方は、うん、まあ順調に皆さん進んでいっているところ。おっと、うん、やっぱりこちらの軍はもう深夜に戻ってきそうですね。そしてこちら朝鮮隊がもうここまで来ている。これはどこに、これは部隊攻撃、太子寺隊か。太子寺の方に行っているというか、これ敵の軍のこの命令とか目標とか分かっちゃうのはこれどうなんだ。指示系統が全てバレている。ただまあ、これは前のターンの終了時のものだから、このターン中に変えてくる可能性はある。まあ、でもそうなると何でしょうか。あ、これは諸葛金はこっちから行くから大丈夫か。この諸葛金はここ雨林港を取った後、この火曜、これは火曜道の火曜か、ここを取っていった方がいいのか。こんな感じで攻めるか。やるとしましょう。そしてこの朝鮮隊が上に行った時に、ここら辺の、孫権たちとぶつかれば、そこで戦闘発生ということになりますね。あ、こちら劉表軍の阻飛隊の士気低下、これいいですね。これやっておきましょうか。はい。よし、そしたらこれでまた進めていきましょう。吉報をお持ちしました。阻飛隊の士気16下げた。さあ、これで、おっと、こちら朝鮮隊が後ろに下がっていく。なるほど。そしてこちら、おっと、それでなんかすごい中途半端なあれになってたな。
張飛、うん、後ろから照射が来てるから張飛もここを壊していくか。張飛ここ壊して、これ壊した後に、こっちの深夜に向かうとかそういうのができないんですよね。そこがちょっと不便ですけど、まあこれは後ろの照射と足並みを揃えるという意味でもまあいいでしょう。ちょっと待って、これなんだ、平坦、あれ平坦、ん、あ、待って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 、こう忘れてた、1ヶ月以内に兵糧枯渇の恐れ、そうだ、兵糧気にするのいつも忘れるな、これこれ兵糧が発生、あー、兵糧今8868、うんで支出が5623、これは2週間、今上旬ですよね、8月上旬、今8月上旬なので、もうこれ今春は持つけど次で間に合わなくなるぞ。でこの効果商人がいない、効果に向かっていく総体がこちら節霊と、あとこちらか召喚隊、ここで兵糧2万ぐらいありますけど、まずいなこれ、ちょっと待ってよ、一旦戻るしかないが、米がなくなったらダメですもんね。まずここの常用攻めはこの3部隊がもう全部ここの効果から出陣している部隊なので、とりあえずここはいなくなってもいい、いなくなってもいいという言い方あれだけど、ちょっと一旦戻りましょうか。でこっち側はここ太子寺と領下退却しちゃうと、これ張飛と領隊だけでちょっとどうにもならないので、ここはなんとか頑張れるか。この3部隊が戻った分で兵糧浮かないかな。あとこれどのくらいで着くんだろうな。いやでも相当遠いな、輸送隊のあれじゃ。そして諸葛金隊、うん、諸葛金隊もちょっと一旦戻るか、支出が多すぎますもんね。で諸葛金隊ちょっとこっちいなくなるから、ここも孫策と関羽と、この孫成勝者部隊で下の蔡州を攻めてましたけど、そしたらさっきのあれをまた復活させるか、周瑜と孫策のあの連携で行くなら、関羽と勝者の孫成部隊、この2部隊だけでいけるかな。下こちら7682で関羽5000、勝者3000で8000あるけど、ほんとギリギリなんですよね。ほぼ一緒の兵士数で、ただこっちが勝者部隊が一つあるので、敵が撃って出てきた場合、この勝者が全く戦力にならない、勝者を守りながら関羽だけで相手をする。何用か、それで行ってみるか。そうですね、孫策で、そしたらこっち行ってこうするか。ちょっと一旦これ予定変更ですね。米がなければ戦えない。諸葛亮も北伐の時兵糧の輸送にかなり困ってましたけど、うわすごいなここ。こんな山道を、運ぶのではなく、普通に高価の兵糧の量をチェックするのを忘れていたという、ただそれだけの理由で。ああこれ高価からここ輸送部隊送りましたけど、この兵糧1万、まあもったいないな。送らなければよかった。ただまあ次の旬で、こちら商人がやってくれば、まあそれはそれで OK なんですが、うん、そこは祈るしかない。あ、それであと忘れちゃいけない、こちら同盟ですね、曹操との同盟、できれば24ヶ月結びたいんですよね。で、金全部9779で OK、 半分次期総称、マジか、6000でも無理、8000でも無理、9000でやっとか、24ヶ月、ちょっと待てよ、結構ぼったくられるな。まあぼったくりでもないんでしょうけど、それかアイテムだったら、あれ液境視力プラス3、あれこんなの持ってたっけ、あれどっかの探索で見つけたかな。ここら辺の武力プラス1のアイテムではダメか。固定刀でも6ヶ月無理。そうなると価値25。陸刀、方天画撃。統率プラス7か。方天画撃で、同盟結べる。12ヶ月。24ヶ月でも方天画撃なら OK なのか。方天画撃か。金8000ぐらいと方天画撃が釣り合う感じ。お金どのくらい使うかな。褒美も元劉備軍の人たちが結構忠誠低いので結構褒美上げてるんですよね。あ、劉表軍の士気を下げる。あ、こういうところで使うんだよな。そしたら、方天画撃上げるか。早々に。
もともと呂布を滅ぼしたのは曹操ですもんね。こっちはなぜか張博が持っていたのを取り上げただけなので、そしたら日数一番短いので12日か。そしたらこちら、この炎章に行ってもらいましょうか。宝典画劇で同盟期間24ヶ月、これでお願いします。かしこまりました。で、浮いたお金で、まずこちら、鐘楼隊の、こう打って出てきてるのか、鐘楼隊の士気低下、これをやって、あとこれ、公領に細工する、これ治安を下げるんですよね。治安下げて、戦闘で何か有利になったりするのかな。他の府とかだったらそれで、計略の地域怪獣とかすれば有利になったりする場合もあるけど、これ結構成功するんだ。おお、そしたら普通にまあ地域怪獣していくか。こっちのところと接触していないと使えないのか。そしたらこれわざわざ行かなくてもできますね、普通に。そしたらちょっとこれはいろいろやっていきましょうか。ここでも金使うか。まあこれはかなり大きな意味になるので、もうどんどん地域怪獣やっちゃっていきましょう。ここら辺の府とか取れば移動もしやすくなりますもんね。かしこまりました。一切承知。承知しました。よし、ではこれでいきましょうか。次のターン、ここに商人が現れることを願って。では進めていきます。どうや。鐘楼隊の士気低下。おっと、敵が出てきた。こうちゅうかこれ。リオカ行っちゃったか。しまった。これお喜びください。怪獣成功はいいんですが、これしまったな。向こうに近くにいる敵を達成いたしました。おっと、そしてこちらも怪獣成功。近くにいる敵を倒と戦う設定にしちゃったけど、あんな遠く離れてても、結構離れていても戦っちゃうのか。こうちゅうが孫作軍のリオカに一騎打ちを仕掛けた。甲冑対良家、なんで受けるんだその一騎打ち。これはきついぞ。弓の甲冑とはわしのこと。敵将、前へ出よ。これはなんとか、いやーきついか、さすがにこれは。行くぞ。いや、乾杯ですね。こんなものよ。向こうのゲージ全然減らせなかった。うわ、捕らえた。マジか。良家が捕らえられた。敵の手に落ちてしまうとは不甲斐ない。これマジか。相性多分劉表といいですよね。良家投与されたりしないか。大丈夫か。捕虜返還。金、あれ金1825。あれ、これって自動で決まるの、もしかして捕虜の身の代金。これでダメって言われるけど、これで変えたりできないんだ。金額上積みしたり。そうなんだ。そしたらいつも捕虜が来た時に、なんかこうこっちから条件提示してるけど、あれってどういう意味があるんだ。すでに最初からその武将の値段が決まってるなら。そしたら、まあしょうがない。こちら戦っていきましょうか。うわ、待てよ。こう、いいか。甲冑に対峙しと張飛で攻撃して、でその間これどうしようかな。この勝者部隊はもう甲冑とは当たりたくないですもんね。ちょっと一旦この辺に進軍する感じにするか。そっか、敵接近時攻撃だいぶ離れていたけど攻撃しちゃうのか。オフの方がいいのかこれ、基本的には。ここにデフォルト無視にしよう。あ、そうだ。そしてこちら効果の商人が来てない。マジか。これで次、そうか、さっきの両家隊が全滅したおかげで、おかげというか兵糧支出が減ってる。これで1、2、1ヶ月は持つのか、これで今。それか、今ここ陣にいるからか。そうか、陣のそばにいるから兵糧の支出が抑えられてるのか。それだったらここまたちょっと持つからといって攻め出したら、あれが支出が増えていくのか。そしたらダメだ、一旦帰ろう。まあ、このまま帰りましょう、この3、この4人は。そしたらこちらで、戦って行くのと、そうだ、あと采配武将周囲と対峙にしてあるので、これで次対峙で采配使っていって、この甲冑、甲冑が流氷軍にいたんですね。義援はいないか。よし、ではこれで進めていきましょう。上々です。これは地域怪獣が成功。
さあこれでおっと、まずはあれか、曹操との同盟。さあこの宝典画劇でよし24ヶ月の同盟を結んで、これでうっと達成いたしました。さあこれも地域懐柔成功して、そしてここで太子寺と甲冑が隣り合ったところで、そういえばこれ関羽とか張飛でもよかったな。最初にセットしてそのままだった。そしたらこれでいきましょう、この満天下界。大丈夫たる者の志を見よ。さあ両家の恨み、これ1868のダメージ。さあこれで、おっとここで地域懐柔成功。これ張飛も行って、張飛が突撃。報告がある。まずこちら甲冑相手に、こちら太子寺と張飛の部隊で、攻めているんで、こちら後ろから鍵隊が来ていますね。あそうだ、あとこれで、商人が来てない、商人が来てないけ どうかしたか、もうすぐこちらの輸送隊が届く。ただこっち両火隊がすぐに、溶けてしまったので、その分くらいは出すか。ゴズメだから早く現場に着きたいので両層で行きましょうか。両層でさっき諸葛金隊の分長者攻めの方を考慮に回したから、少し常用攻めの方に余裕が生まれるんですよね。なのでまあこれは最大6000で行きましょうか。6000で行って、奉仕の陣で、まあこっちに目標を打っておきましょう。奉仕の陣でも28日、結構かかるな。これで決定、出陣だ。よし、おっとまずこちら流氷軍の五強に混乱を仕掛けるという長将の案と、そして半将の案がこちら、甲冑を混乱させる。これ成功したら大きいですね。で今大凶の輸送部隊が届いて金がたくさんあるので、これ両方やっていきましょうか。こちらの甲冑の混乱と、そして五強に、あこれは家計か、五強に家計を仕掛ける、行ってみましょう。そしたらこれだいぶ、さっきのターン中進んできましたが、なんだ、もうすぐいろんなところで戦争が起こりそうな感じですね。もうこちら郊外隊も、火曜まで来て、あとは公領が目の前。ただここ公領、こんなに兵士数あったっけ。援軍送ってきてるか、常用、あ常用が減ってる、常用から援軍送ってきてるのか。まあこっちも孫策。こっちに移動させたけど、これで進めていきましょう。まずはおっと五強隊への家計は失敗、こっちの混乱は、お混乱負けた。よしこれは大きい。さあこれでまず、こちらが自分の支配下になって、さあここでこれ、あ高知もうすぐ倒せそうですね。あの混乱は大きい。そしてあとここ西洋公が今これ怪獣に出してるんですよ、ここロシク。これがもうすぐ到着するので、そうなるとここ包囲占領できますね。であとここの、ここの港はもう捉えそうだ、この港は取られそう。そしてあここら辺にいた部隊が城に入って、こっちはもう少し移動に時間かかるか。そして関羽隊、関羽隊も調査まであと少し、そしたらまあこっちだけか今戦ってるのは。これ進めていきましょう、もう少し早くするか。おこれでうっと、お孫策軍の張飛が流氷軍の鍵を一騎打ちに巻き込みました。おお来ました。さあこれで武力104対69。俺が天下無双の張飛様よ。いい度胸だ。さあこれで張飛の、おっとこれはあーダメか、今こう2人がすれ違ったからあれで一撃で決めるのかと思ったけど、ただまあこれで張飛が、張飛が圧倒的、おお敵の体力ゲージゼロにした。さあこれで甲冑隊がもうすぐですね。おっ甲冑撃破。さあこれで、お甲冑を捉えた。上々です。そしてこちらも、長藩派ですね、長藩をじゃあ地域懐柔して、達成いたしました。そしてこちらの剣さんも地域懐柔。よしあとは頼みます。え竜陽が死んだ、マジか。孫策軍の竜陽が死亡しました。あ前になんか
胸騒ぎがするとか言ってたのこれか。これで甲冑を踏んづかまえた。生け捕りとはさすが俺様だぜ。そして、あ、甲冑隊から捕虜涼花が解放された。そっかそっかそっか、甲冑が涼花を捕らえていたから、その甲冑を捕らえたことで涼花が解放された。で劉陽が死亡。そしたらもう一人誰だっけ、反応だったっけ、胸騒ぎがすると言ってたの。反応ももうすぐ死亡してしまうのか。よし、そしたらこれで、まだこちら劉氷軍との全面戦争続いている途中ですが、とりあえずこっちの深夜の方はなんとかなりそうですね。で後ろのこちらの両装隊、こっち行くか、光陵に。ちょっと途中で方針転換しましょう。分かった。でも今あれ来たか、あ、来ましたね、輸送隊が到着した。これ兵糧が増えてる。よし、そしたら次はこちら深夜を落として、そしたらもうそのまんますぐにこっち上陽を攻めれば、今上陽から光陵に援軍送られた関係で、ここは空っぽですもんね。空っぽというかかなり少なくなっているので、この上陽に攻めていきたい。そしてこの光陵はなんとか踏ん張ってもらって、そしてこちら調査も落として、そして甲賀からの援軍が光陵に届けばいいなというところ。よし、そしたら今回はこの辺りで終わりにしましょうか。これで次はこちら劉氷との全面戦争続きをやっていきたいと思います。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ動画の評価やチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。それでは。